My name is Kento Yamazaki. I'm an actor from Japan. キングダムは、中国の春秋戦国時代という後の秦の始皇帝になる男、奴隷の少年から天下の大将軍になることを夢目指す少年の二人のがメインにいる中国の史実をもとにした原作の原泰久先生がそこに人間物語を加えた素晴らしい日本の漫画です。秦は奴隷の少年なんですけど天下の大将軍になることを夢見て頑張るすごくまっすぐで型にはまらない誰よりも高く飛ぶ可能性の秘めたまっすぐな男です。約半年間アクション練習と食事制限をして真の体に近づいていきました。型にはまらない我流の野生的なアクションを目指しました。最初の京都の修行シーンがやっぱりすごく楽しくて、なんかその2人がずっと育ってきた仲の良さと2人で高みを目指して頑張ってる姿というかそのアクションはやっぱり好きです。あともう一つがあのサジとの戦いのアクションプラスなんかその人間対人間が1対1で戦っている侍的な要素も含めたなんかそのアクションとそこにある原作の原先生が映画のために書いたオリジナルセリフがあってそこは本当に撮影の時もすごく気合を入れて自分自身も奮い立たせられるような素晴らしいセリフだったので大好きなシーンですね。京都聖を演じた吉沢亮君は今回で4回目の共演だったのですごく信頼を受けて普段も仲がいいので撮影も今回すごく熱いところでこう4回目で今まではまあこういう本当に熱い作品っていうキングダムだったからなんかこう熱いところでお互いがぶつかり合ってなんか切磋琢磨しながら一緒にいいものを作っていこうっていう関係性が作れて友達としても役者としてもなんかいい関係性が築けたかなと思ってよかったなと思います。他のキャストの人たちも本当にみんな熱量がそれぞれ本当にすごくて本当に素晴らしい人たちばっかりです。みんな好きでみんな魅力的でなんかそれは本当にこのキングダムっていう作品の魅力でもあるのかなと思うんですよ。それぞれのキャラが本当に生い立ちとか全ての魅力があってなかなか選べないです。なんか本当にこのキングダムっていう作品を見てもらってこう、まあ、この作品が持ってる熱さっていうか熱とこの作品を通して作る側の僕らがいて見てくれるお客さんがいてなんかみんなでこの熱を共有しながら盛り上がっていきたいなっていう感じがあるんですけどでも本当にキングダムってすごくストレートなメッセージがたくさんあるのでその夢っていうのとかだったりシンプルだけどやっぱり
諦めなかったら叶うんじゃないかとか、なんかそういうまっすぐな熱さやメッセージを受け取ってもらえたら嬉しいなって思います。日本のスタッフ、キャストみんながすごい熱量を持って作り上げた、マレーシアでも公開されることが本当に嬉しく思っております。いいものってこう国とか、 なんかそういう文化とかそういうの関係ないなと思うので、なんかこの僕が愛しているこのキングダムという作品をみんなで共有して楽しんでいけたらなと思っております。マレーシアの皆さん、こんにちは。山崎健人です。キングダムがマレーシアでも公開されることをとても嬉しく思っています。映画館でお会いしましょう。